本日はですね、はい。ヨネの、えー、YouTube チャンネルに、先日行われた FWJ のですね、えーはい、ビーフ佐々木クラシックですね。はい、もう、えー、今年一番盛り上がった大会だったと思うんですが、えーはい、そちらでクラス優勝、クラス A ですね。はい。クラス A で、えー、あの方に、EAA ご利用しの方に勝って、 で、えー、オーバーオールも優勝されたということで、えー、今回、えー、木又さん。はい、お願いします。オーバーオールチャンプの木又学さんですね。はい。来ていただきました。本日は、来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。で、僕はお酒を飲んでます。なので、今、はい、230人ぐらい、もうね、300人ぐらいいくと思いますが、 えー、皆さん、えー、自由気ままにね、楽しんで、えー、見てもらえたらなと思います。ということで、早速なんですけど、えー、ヨネがいろいろ質問、まあ、対談内容を考えてきたんで、そちら前、えー、質問させていただきながら対談していきたいなと思います。はい、ます早速なんですけど、ビーフ佐々木クラシック、えーはい、いつですかあれ、日曜日土曜日ですか土曜日ですね。土曜日はい、6日の土曜日です。 なので、まあ、日月か、まあ3日経ったって、ねはい、そうですね。率直な感想はどうでしたか大会の。大会の感想はもう盛り上がりよかったですね。あれ何人ぐらい入ってたんですか会場は。1 5 0 0五百人。あ、<が>もうあれですよ。しかもチケットも。完売完売ですもんね。危ないとこだったんですよ。自分の。はい。 一緒に行ってくれたんですけど、はい、会場のチケットが取れなくて <laughs> そ,そういうの疎いんで当日買えばいいよなんて言ってたらもうないですよななんか結局ギリ買えたんですか結局キャンセル待ちでギリ滑り込めたんですけどあ、そうなんですねあれあれですよね結構罠であの、はい、買っとかないと見れないですもんねそうなんですよバックステージだけ持ってても意味ないんでそうっすよね 木俣、はい、さんは、はい、その大会、えーで、出るじゃないですか。で、出た後とかって、観客席見てたんですか、はい、いや、自分は観客席には入ってないですね。あもうずずっとバックステージというか、ほぼ車の中で。ああ<ー>、はい。なるほどです。じゃあ、その大会の自分以外のそのカテゴリーの選手とか、はい でないですね、まあボディビルだろうなとかそういうのはなんとなくわ分かりましたけどああなるほどですね大会ちょえー、まあ自分の本当にカテゴリーに集中してたというかその減量とかってはいどのぐらいから始めて体重どのぐらい落ちて今、はい、今の大会当日はい仕上がりとかってどのぐらいで出たんですかえっとね減量開始が75キロちなみに木又さんって身長何センチですか でぐらいですあ六 1656cm で 75kg ぐらいから減量開始はいあそれで大会当日は何 kg ぐらい67切ってるぐらいですねああそう回とかですねあそんぐらいなんですねなんかもっと僕のイメージですけど <laughs> ビッグ佐々木のオーバーオールチャンピオンだからはい ななんんかバケモンみたいい仕上がり体重ちちっゃですよで僕2018年から大会出てるんですけどあ二2018から出てるんですか出てるんですノービスが初めて出たんですけどはいはいどう,どうだったんですかその大会遍歴とかはい。フとかってどんぐらいどんな感じなんですか初最初18年出た時ノービスが出て優勝したんですよああもうじゃあその時からもうすごかったんですね、まあ、多分その骨格がいいというかやっぱウエストはちょっと細めなんで いや、だって、ね、見るからに、顔ちっちゃくて、で、肩幅も広そうじゃないですか。結局、骨格系ですよね、やっぱり。言っちゃうと。それは本当に思います。ああそうなんですね。なんか、後々聞こうと思ってたんですけど、そのフィジークだ、木俣さん、勝ちまくってるわけじゃないですか、言うたら。まあ、まくってるかどうかわかんないですけど。あ <laughs>、ま、ほぼ負けたことないですかいや、 そんななこともないです1年目は優勝したんですけど、次オープン出て、次の年。はい、で、結構これみんななるか分かんないですけど、1年経ったから、多分筋量が1キロ、2キロ増えてるんじゃないっていう、全然増えてないんですよ。あるあるすで。甘いまま出て。で、それで優勝できなかったとか、ね。まあ、とかでっっすかねえ、ないすですか位です あそれでもだってそれでもサイズもんね、はい、で全然甘くてはいはいはいこれあるあるなのか分かんないですけどいや<で>あるある,年目ある増えてるはずだっていう、まあ、希望もあるんですよね希望もじゃあその、えっと、2018年初めて出てから、はい、もう約6年ぐらい経過してるわけじゃないですかで仕上がり体重って増えてないです <laughs> 本当に 真面目に増えてないんですよ1キロもすか1キロも増えてないですだからその鳥、えー、の甘いとかういうそういう関係もあるのかわかんないですけど体重自体はほとんど変わってないですねええー、じゃあ2018年の時から今までほぼ体重が変わらずずっと勝ってきたってことですかまあそうですね骨格ゲーじゃないですかもうそういうことですね <laughs> あ だかおととし去年は出なかったんですよはい出た時に、まあ、あの、あざみさんあそれちょっと聞いてたんですよはいだから僕の YouTube のコメントにええー、あの木又さんだから今回オーバーオールチャンプがはいはいシャイニーあざみ倒してたよって聞いてはいよっしゃーと思ってたんですけどはい多分ちょうどヨネさんとちょっとバチバチしてる頃じゃないですかね多分 僕とやってその後に多分そのバチバチな分なってたんですよそれ何で2022っすかかなそうですね2022ですねえあの時何の大会でしたっけあれは静岡のもともと静岡でやってたんです僕静岡なんであそうだシャイニンアタミがかサブチャン始めたぐらいっすよねそうそうそうほいたら平洋の時にえなんでいいのと思って バカいんすよバカでかいっすよねあいつ半端ないんすよやばいっすよね勘弁してくれよと思ってはいはいユーザーっすからね内緒内緒ですけどケトジェニックでダイエットしたんでその年はああちょっとあれっすか流行ってた時期そうっすね六60代だったんすよ仕上がりが多分そのブリコーゲンとか水分とかそういう関係もあったと思うんですけどはいはいはい 5キロ台の仕上がりでで、はい、バカかかいんですよよマジかよと思ってそうっすだってあいつ8 0キロぐらいで仕上がってますからねそう78とか言ってたんで明らかにやばいですよ結果の出方とかもやばいっすよねもうユーザー<何>、まあ、ちょっと内緒っすけどねユーザーなんで<だ>、はい、思ったんですけどまあやっぱフィークなんでそこはもう骨格ですよねやっぱりなるほど<で>いやだからこれ結構みんなかん、まあ、勘違いというか 筋肉増やせば増やすほど勝てるかっていうとそうじゃないっすよねええー、結局<ー>もう身長決まってるじゃないですかそれに対してウエストのバランスがもうなっちゃってるとじゃあ逆算作るには肩をもっとねまあお薬入れるか分かんないですけどバコンとするってなくてそしたらもうバランスどんどん崩れてきますよねはい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 でバランス崩れたら終わりっすもんね、まあ、そういくら筋肉でこうしてきれっつってももともとバランスのいい人にうんされるわけがないですよそのバランスで。 どう考えても、はい、これは皆さんね有益な情報じゃないですけど、まあ、フィジークやってる人今これだもう530人いるじゃんもうすごいじゃんもう570いってますよもう <laughs> 本<当>だ <laughs> いはいまあこのね570人まあかなり大会出てる人もいると思うし、まあ、本当に今年のこの FWJ のビーフ佐々木って多分今年今今んところ一番多分盛り上がったと思うんで。 それのオーバーオールチャンプが言ってますから、うん、もうまずバランスは崩すなと。そうですね、うん。言ってますよ。で、仕上がり体重もほとんど変わってないと。変、はいそうから。それで勝っちゃうんですから。だからねあの、無理して、あ、てか、まあ、ちょっとあれですね、これ、もう僕、コラボする人、対談する人全員に聞いてるんですけど、木又、はい、さんはナチュラルですか、ユーザーですか。ナチュラルです。 ですまあ <laughs>、まあ、そうっすよねユーザーだったらああ多分俺とコラボしないっすよねただ今後分<え>かんないですけどその、まあ、どう大会出てくるにあたって、まあ、そうなる日が来る、まあだまあ、でも自分まだあもう37なんでああはい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 なんでまあ分かんないです<れ>もしそういうに。<laughs> 現在はナチュラルだけど、<う>今後、そのプロ,プロクオリファイとか、えー、その、ちょっともっと上のレベルに行きたいってなったら使うかもしれないって感じですね。可能性はなくはないですよね。でもどうなんですか使ってバランス崩れたらおしまいみたいに思わないですかそこも全然分かんないじゃないですか。未知数なんで。間違いないですね。まあやってみなきゃってで<じ>で、クオリファイも一回出てるんですよ。いつっすか 2022年の大会で、浅見さんと戦って優勝したときに、はい、全然自分、そんな気ないなかったんですけど、プロがどうとかって。はいはい、だけど、周りがこう、騒ぎ出すんですよ。もうああ、はいはいはい。だたなら行くでしょみたいな。その期待を受けて行ったんですけど、もうやばかったですね。ああ、もうだ、何がやばかったんですか。いや、もう、全体的に、まあ、その時特に A グループがやばくて。クラス A が。 プラス A が死の A グループなんつって言われてたんですけどもうやばいし見渡す限りやばいし <laughs> もうちょい木松さんちょもうちょい具体的にくださいよ <laughs> もう血走ってると言いますかああなるほどなるほどまあいろんなあの副作用的なものが出てる選手が多かったってことですね,ねえちょっと帰りたくない、ね、なるほどじゃあ<え>それはもうあれですかファーストコールにも呼ばれないって感じなんですか セカンドゴールだったですね。一応順位はず、えー。そのレベルなんですね。ああだから結局、<た>その僕の考えなんすけど。うん、周りの筋肉量が半端なくなりすぎると。はい、相対的に小さく見えすぎちゃって。はい、なんか評価されなくなっちゃうのかなっていう結あ。こ、まあ、れも。並ぶ人も関係ありますよね。ですよね。だから十人中九人がとてつもない筋肉量を持ってたら。 どんだけそのバランスがいい木又さんでも、やっぱり身を取っちゃうというか。で、逆にビーフ佐々木みたいに、まだね、まあユーザーとナチュラルがまあ混合するようなレベル、まあ日本人しか出ないような大会だと、やっぱその木又さんのそのバランスとか、そうですね。骨格が映えて優勝できるっていう。なるほど、なるほど。だか,だからパッと見インパクトがあ別に大きくないんで。 多分その YouTuber の信者とかはなんで俺が勝ったんだっていう多分思う人がいると思うんですよこっちのがすごい <laughs> あいつのあいつの信者が <laughs> のや山沢さんの時もそうだしあとのさ<ー>んの時もそうだしうなんかすごいっすねなんか俺と結構バチバチやり合ってる人をあのー、倒してるっていうのが僕はすごい好感持てますあははははハハ <laughs> まなんか、運命感じてますよ、<laughs> 僕は。<laughs> なんか俺とそうトラブってる人とか、あの、<laughs> インテがある人を、あの、完膚なきまでにやっつけてくれてるのは、すごい嬉しいっすね。<laughs> そうっす。随分盛り上がるの、<な>出たいなと思ってたんですけど、山沢さんが、はい、YouTube で優勝するとか言ってたんですけど、はいはいはい。ありえないと。はい。え、木たさん、ぶっちゃけ、はい、まあ、あんだけ大口叩いてたじゃないですか、あいつが。 どうどう思ってました。もう俺が倒してやるぞって感じなんですか。いや倒してやるっていうか絶対ありえないなと思ってました。あ、<で>それはなんか自信があったんですか。あのー、オリンピアーマッチの時も見てますし。はいはいはい。僕セカンドゴールだったんですけど、山沢さんはもう全然もうランク外だったんですけど。ああもうセカンドにも入れないっていう。はい,はい、はい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 。見ててもうフォルムも向いてるし、まあなんか大きくなったなと思いましたけど。はいはいはい。 ジークでいや優勝できるかどうか自分は分かんなかったですよ。誰が出てくるか分かんないんで、もちろん。はいはい、ただ、山沢さんに勝つのは120%だったんで、僕は。だから山沢さんが勝つのはないよって俺は思ってたんですよ。<laughs> 優勝する、まあ、まあ、YouTuber ですから、そうやってね、言うのは分かるんですけどね。はい,はいはい。<laughs> まあ、ね、盛り上げるためにもって話ですね。はい、なるほどな。ちょっとその辺も後で聞いてきます。えじゃあ、まあ、ちょっと軽いところから、ちょっと今。はい なんか質問できてないんで、はい、バンバン質問していきますね。トレーニング歴何年ですか？トレーニング歴はえー、っと九年、九年ぐらいですか。じゃあえってことは今二千二十四だから二千十五年ぐらいからやってるってことですか？そうですね。えー、じゃあそんまあなめっちゃ長いわけではないって感じですね。そうす。まあ、子供の頃からその自重のトレーニングとかしてたんですけど。 ジムに通ってトレーニングし始めたのはそれぐらいですね。バックボーンって何ですか。なんかあのスポーツとか部活とか何やってたんですか。は野球やってましたね。あ、野球なんですね。はい。だから肩強いんですか。肩強いですかね。あんまり実。あ、俺なんかその画像とか動画見たときに。はい。肩がすごい目立ってるというか。<あ>ユーザー並みの肩してるなと思いました、ね。 ずっと肩が弱いなと思って、さこ今年はずっと毎日肩やってたんですよ。え？ちょっとあと、はい、でそのトレーニングの分割とかも聞こうと思ってたんですけど。肩毎日やってるんですか。<laughs> まあ軽くですけどね。ああ、え何をやるんですか。サイドレイズとか。